2020年2月4日、突如としてこのような書き込みがなされた。やらかした自分が言うのもあれだが、嫁が妊娠判明した時点で旦那側は神経尖らせないといけないとみんなに言って回りたい。俺には小学生からの親友がいる。その親友の帰国と嫁の出産予定日とかぶった。子供とはこれからも一緒に暮らしていけるので、親友の方を優先したんだが、嫁や義両親、実の親にも叱られた。親友は飛行機を使う距離でそちらに行ってしまったら簡単に嫁の元には戻れないことは分かっていたが、親友は助かる見込みはなかったし、これからこの世からいなくなる親友といつでも会える子供だったら親友を取るよと反論。嫁は、非常なことを言うようだけど帰国と言ってもいつ亡くなるかわからないから、あなたは何日そちらに拘束されるかわからないんだからここにいてと泣きながら訴えてきた。それでも俺は親友を優先。義両親からは、いつでも会える子供じゃなくなりそうだねと嫌味を言われた。その後、親友は亡くなりその2日後に嫁は出産。俺はその後も帰らず葬儀に出席。嫁と俺の周囲は大激怒。数人だけ俺の味方だった。そしてそのまま離婚。今でも自分の選択に後悔しているが、親友の死に目と嫁の出産、どちらを優先すべきなのか今でも悩む。妻子の生死かけた戦いサポートと、友人の見取りで、捨てられ覚悟で校舎取ったんでしょ。今でも優先と悩んで答え出てないのはさすがにおかしいんじゃ。今のスレミンの言う通り、その覚悟決めて友達と最後のお別れしたんじゃないのか。命がけで出産した嫁を放ったんじゃないのか。その行動を後からうじうじして後悔して、やらかし、という言葉で片付ける男を父親にも友人にもしたくねえよ。少なくとも自分はそういう奴に見舞いも見取りもされたくない。そしてそのまま離婚。今でも自分の選択に後悔しているが。え？俺は自分の選択に後悔していない。君じゃないの？一切迷いもせず親友取るって行動したのに後悔して今でもどっちか悩むって意味わからんわ。みんなに言って回るまでもない話だよね。あと、義両親からの言葉は嫌味じゃなくて当たり前の感想だからね。妻とも死に別れるかもしれなかったんだから、既得と変わらんじゃん。今でも悩むってアホですか？そんなの言って回るほどのことじゃない。誰が聞いてもあなたの選択は全部間違ってるよ。いつでも会える子供よりも会えなくなる親友を取るっていう理屈もおかしいね。あなた狂ってるよ。正直、迷う気持ちはわかる。小学生からだったら本当に長い付き合いで大切だろうし、もう会えないならなおさら。でも戻らずに葬儀まではない。せめてすぐ戻れよとは思う。確かに難しい問題だと思う。親友がご存命のうちにお見舞いに行ってとんぼ返りしてくるか、亡くなったという知らせを受けてから葬儀に参列するか、のどきばかを選択して、できる限り奥様のそばについててあげれば奥様や義両親も理解してくれたのでは。出産なんて下手したら分娩中に母子もろとも亡くなる可能性もあるのに妻&子供2人分の命と親友1人の命を天秤にかけたわけだ。今お前離婚されて後悔してるし不幸なんだろ。じゃあベストな選択は妻の出産に立ち会ってから親友の不幸を受け取って葬儀に参列以外に何があるんだ。アホか。よくて全治1ヶ月の大怪我、悪くて命落としたり障害を負うのが出産。子供だって 100% 命の保証があるわけじゃない。そもそも誰の子供を身ごもって命かけて産もうとしてると思ってるんだ。自分が種付けしかしてないから、産む労力もその程度だと思ってるんだろどうせ。この世からいなくなる親友といつでも会える子供。結局どっちにも会えなくなっててわろた。確かに。まあ一気にとって妻と子供はそれほどの存在じゃなかったんだろう。実際そんな究極の選択迫られたら気が動転するのもわかるけどさ。一致です。養育費を拒否されて子供に会うことも拒否されている。親友の両親からも離婚の原因が自分の娘だと言われている気がして気分が悪いと言われてしまった。幸い親友本人は元嫁の出産と離婚を知らないので良かったと思っているが、両親からは延々と叱られた。親友とはいえどほとんど会うこともなくなった人間を優先するなんてどうかしてると。ただ、これって面会を拒否するレベルのものなのだろうかと思ってしまう。僕の旧友に会いたいという自分の気持ち最優先にして泣いて止める奥さんの気持ち踏みにじったんだから、もう二度と夫としても父親としても信用できないっていう奥さんの気持ちも優先して差し上げろ。自分の気持ちばかり押し付けるな。親友亡くなってから2日後の出産だったなら余裕で間に合ったのに、なぜ葬式までフル堪能して修羅場の妻子放棄してるのか。ちょっと待て。親友って女性だったの？そりゃ面会も拒否されるわ。うわ。見落としてた。義両親じゃなくて、親友の両親か。ってことは、
娘に死なれて悲しみ真った中の親友の両親に自分の身勝手起因の家庭事情を話したのかよ。自分の気持ちだけで突っ走ってどんだけ迷惑広げてるんだ。親友、外姓だった時点で浮気同然だから肉体関係があろうがなかろうが同じ。仮に親友が同姓だったとしても今回のやり方は最悪中の最悪。本来は嫁に寄り添って出産に付き添い、あくまでも他人である親友は二の次。親友の葬儀が終わって親友家族が落ち着いた頃に線香をあげに行くのが大人の振る舞い。親友の最後を見届けるを取ったとしても、見届けてすぐにとんぼ返りせずに葬儀が終わるまで居残るのはマジでありえない。親友ご両親だって別に親族でもない馬の骨でしかない。親友、気取りに、押し付けがましくかつ厚かましくダラダラと居座られて迷惑だったんだろ。今後は元妻子はお前のことを死んだもの引いては最初から存在していないものとして生きていくんだからさ、面会とか困るだけだろ。死んだ奴が墓場から戻ってきちゃ困るんだよ。乳幼児に腐乱死体を見せるのは逆丸だぜ。妻と子が死ぬかもしれない一大事を迎えようとしてるのに、何年も会ってない友人の死に立ち会うことを優先したんだから、もはや夫とも父とも名乗る資格はないわな。親友は異性と言っても交際したことはない。もちろん触れたことすらない。高校まで一緒で大学は別々だったが、大学卒業まではよく遊んでた。社会人になって親友の方が遠方へ越してからほとんど会わなくなった。それでも俺は親友だと思ってたが向こうは違ったのだろうか。知らねえよお前の独りよがりの友情ごっこなんかよ。とにかく元妻子からは一切の接触を断固拒絶されていることと親友とやらのご家族からも二度と線香をあげに来るな。クラスで拒絶された事実だけを認識しとけば十分だ。一生どちらにも関わってやるなよ。どう判断しても親友じゃねえよ、それ。イッチが悲劇の主人公になりたかっただけ。そのせいでイッチな妻子親族縁族だけでなく、亡くなられた女性はこれから不倫女だったと周囲からも判断される。全く無関係でも、死者に鞭打つ行為をこれからされ続けるんだよ。親御さんが本当に気の毒だ。リアルで周囲の人に迷惑かけまくって、一人だけ空想世界で生きてるみたいね、イッチ。自分の子供が生まれる寸前なことも知らせられない程度にはすっかり疎遠になった親友、笑い、庭先だたれ。親友、笑い、との熱い友情、笑い、を優先して妻には見限られて妻子を捨てることになり。そこまでして優先した親友、笑い、の親からは大事な娘の死にとんだけちつけられて大変迷惑だと抗議され。実の親からは待望の孫を失ったことで生涯恨まれる。めでたく自分は悲劇の主人公にうっとり浸れてとても幸せやん。これからはど真ん中すれとかでポエムでも書いてどうぞ末永く一人でお幸せに。両親は子供には会っている。だから何？もう誰にも関わらずに一人で生きていけよ。お前が関わる人間すべて無意味に不幸になる。実際親友も親も元妻子も義両親も義分も両親も、お前の行動のせいで不幸な。元妻側からは一致は完全拒否されてんだろ。一致は最初からいなかったものとするんだから一致と縁の切れない両親ともまとめて縁を切るに決まってんだろ。出産後に一度は子供を見せてるのは元妻が両親に対して最低限の恩義は持っていたからに過ぎず、これから定期的に会わせたりなんかしねえよ。お前の麻酔を使えない手術の時に奥さんが死にそうな親友の男のお見舞いに行って、親友の男の葬式が済むまで帰ってこないでお前の手術や手術後の面倒を一切見なかったらお前はどう思う？親友、死人に口なしだからって勝手に心の拠り所にするんじゃねえ。って草葉の陰から拒否ってそうな。すごいな、これだけボコボコにされても今何自分が何したかわからないのか。来世にも期待できないなこのバカ。釣りネタにマジレスなのは不本意なんだけど、親友家族も幼馴染の男が娘の今歳の際から葬式までフル参加されたのだけでも結構な迷惑だったろうと察する。葬儀にどの程度の参加だったのかは知らんけど、男手が必要でしょう、とか偉そうに出しゃばられて親戚同然面で焼き場や所なのか法要までついてこられてたらマジできつい。遠方だからってホテルを取らずに親友や身近な人のお宅に連泊なんかしていたらきつさ倍率さらに爆上げだ。挙句に娘の葬儀に参加してたら離婚されましたとかほざかれた日には香典全額叩き返して金輪際我が家に関わるなと怒鳴りたくもなる。親友、じゃなくて、ど真ん中、なんだろ。ど真ん中素手で書いたら、優しいレスもらえるから言ってみたら。どう考えても親友じゃないし、親友だとしても秋葉のご家族に迷惑かけまくりなし、ここでは誰もあなたを擁護なんかしてくれないよ。自分もど真ん中に一票。やらかしたことは、面会拒否レベルですよ。いい加減理解しましょう。釣りかな。
そもそもとして数年もろくに連絡取ってない時点で親友、とかへそで茶沸かすわ。元、嫁が産気づいたのを差し引いても、お前何しに来た、扱い逃れられんだろ。ひそ、ひそ、何、あのずっと張り付いているキモい男、婚約者か何か、違うわよ、娘さんの、幼なじみ、ですって、あれれ、あの人知ってるかも、奥さん臨月だったはずだよ。え、何、浮気相手、娘さん、かわいそうに。ひそ、ひそ。いっち、ちょっと待ってくれマジか。マジでわからないのか？次だと言ってくれよ。初めての通常分娩が何時間かかるか知ってるか？十数時間数十時間の長い戦いに父親がどう関わるか、関わるべきか知らないのか？産後の妻にかける言葉、態度もいろいろあるが、全部自分がぶん投げてる自覚がないのか？奥さんの容態が急変して、奥さんと子供、どちらを助けるか判断しなければならないことは十分考えられる事態だったが、その連絡はどう受けるつもりだったんだ？どんなに順調に見えても最後まで無事に終えられるかわからないのが出産なんだが、お前そもそもそれをわかってたか？お前は家族として出産に臨むべきだったのに、奥さんだってそれを望んでたのに、全部投げ捨てて友人、を取った。全力でそれを証明しといて、なぜ今更家族としての関わりを求めるんだ。種だけ出して家族ずらすんな。以上で終了なのだ。最後までご視聴ありがとうなのだ。よろしければコメントを書いてほしいのだ。チャンネル登録、高評価もお願いなのだ。バイならなのだ。